皆さんこんにちは。力添え PLC シーケンス講座です。今回はキーエンス VT シリーズのワークシート機能について解説します。今回使用するシミュレーションの環境として、 PLC はキーエンス KV8000 を、タッチパネルとしては VT5 シリーズを用いています。もちろんタッチパネルを VT シリーズにすれば、 PLC はメルセックにしても同じことができます。まずはキーエンス VT シリーズのワークシート機能の基本を説明します。ワークシート機能はExcel のようなワークシートで、事前に乗数や演算などを設定することができる機能となっています。具体的な詳細は以下の通りです。ワークシートは最大で4つまで設定可能です。各セルに乗数、演算、関数などを設定することができます。必要に応じて PLC デバイスの値を読み取ったり書き込んだりすることができます。関数や演算の設定をワークシートで行い、結果だけを PLC デバイスへ出力することにより、PLC デバイスの使用領域の節約やプログラムの簡略化が達成できます。しかし、一部の制限や注意点も存在します。ワークシートは50行 ×20 列の制約があります。豊富な関数は提供されておらず、基本的な関数のみが使用可能です。ワークシートの実行処理時間に保証はなく、リアルタイムで変動するデータには適していません。これについては取扱説明書にも記載されています。例えば、サーボの現在の送り値に基づいて、残りの移動距離をリアルタイムで計算して PLC に返すような用途には使用できません。このワークシートは Excel に似ていますが、Excel との互換性は全くありません。したがって、Excel データのインポートや Excel のセルのコピー&ペーストはできません。一方でワークシートを活用することで PLC デバイス領域の節約が見込めます。そこで今回はワークシート上に多数の文字列を設定してみます。以上の説明を踏まえ、次に VT の画面設定に進みます。今回の題材はこちらの Excel に記載されたひらがな欅から日向坂46までのライブデータです。この Excel には年別にライブタイトル、会場、開催日、そして動員数が一覧としてまとめられています。動員数は会場、ライブタイトル、年ごと、そして累計の集計が存在しています。通常であればこのデータをタッチパネルから PLC デバイスに書き込み、プログラム上での計算を経てタッチパネル上に表示するのが一般的です。しかし今回はワークシートを活用して上記の作業を効率よく行い、タッチパネルにその情報を表示する方法を紹介します。現在お見せしているのがそのためのタッチパネル画面です。ライブタイトルが表示される部分は文字列表示の設定となっています。同様に会場名も文字列として表示される設定にしています。これらの文字列はワークシートに設定し、タッチパネルに反映させる形をとっています。開催日と動員数に関しては数値表示として設定されています。開催日の情報はワークシートに乗数として設定し、それを表示する形を採用しています。一方、動員数や関連するグラフのデータはワークシートで設定した値を演算した後、 PLC デバイスに書き込み、その値をタッチパネルで表示します。さらに参加メンバー名も文字列表示を利用しています。この部分のデータも事前にワークシートで設定し、タッチパネルに表示させています。タッチパネルの具体的な表示設定に関しては次回の動画で詳しく解説します。今回はワークシートの設定方法に焦点を当てて解説を進めていきます。まず最初にシステム設定のタブをクリックしてください。そうすると下部にワークシートというフォルダが見えると思います。
これを展開するためにプラスボタンをクリックします。その中に ID0 がありますので、それを選択してください。次にワークシートの設定が表示されます。ここで設定するのはワークシート起動トリガーの部分です。常にワークシートを実行させたい場合は内部タイマーを選択します。その際、処理サイクルに関しては基本的に通常のままで問題ありません。ただ特定のタイミングでワークシートを起動したい場合、 PLC デバイスを指定してビットデバイスを設定することが可能です。例としてレシピ設定時にワークシートを起動するような設定も考えられます。また常時実行する場合でも常時オンの接点を指定することができます。今回は常にワークシートを動作させたいのですが、内部タイマーよりもビットデバイスを用いて常時オン接点の設定を採用することにしました。次に進むのは実行許可設定です。この設定はワークシートの演算や PLC デバイスの値の読み取り時に誤って値を変更しないようにするためのものです。例えば特定の条件下、例としてパスワード入力完了時のみワークシートを実行するような設定が可能です。しかし今回は特に制限を設けず、常に許可の状態で進めることにします。というわけで、この設定画面で主に触れるべき点はこれらの2つの部分となります。これらの設定を済ませた後、シートのアイコンをクリックすると新しいワークシートが表示されます。ちょうど Excel のような画面が出てきますね。1行目には分かりやすさのために各列の内容を示すコメントを書き加えるといいでしょう。ここで Excel を見てみます。 A 列は開催年、 B 列はライブのタイトル、 C 列は会場名ですね。それをもとに各列にコメントを追加していくことにしましょう。ワークシートに戻って A1 セルをダブルクリックすると設定画面が現れます。そこで種類・関数のドロップダウンメニューを開いてコメントを選ぶとテキスト入力ボックスが現れます。ここに開催年と入れると緑色の文字でそのコメントが表示されます。次にB1 にタイトルを入れますが、直接セルにタイトルと打ち込むと赤文字になります。赤い文字はエラーを意味します。ですので、先ほどのようにセルをダブルクリックしてから設定画面を使って入力するか、セルに直接入力する場合はシングルクォーテーションを使ってコメントとしてタイトルと入力します。残りの列も同じ方法でコメントを加えてみました。次は B 列、タイトルの列に具体的なライブのタイトルを文字列として入力していきます。これはタッチパネルに文字列表示をするので、先ほどのようにコメントで入れることはできません。B1 のセルをダブルクリックして設定画面を出し、種別・関数から乗数を選びます。そしてデータの種類を文字列に指定します。そこにひらがなおもてなし会と入力すると、セルにその名前が黄色の背景で表示されます。これが先ほどのコメントと文字列の違いになります。 B 列はすべてライブの名前を入れるので、他のセルも同様の方法で変更することができます。またセルの内容をコピーして文字列の中身だけを変更する方法もあります。 B2 セルをコピーして B3 セルにペーストします。次に Excel に戻り、 B4 セルの内容をコピーします。セルごとのコピーではなく、セルの内容を選択してコピーします。ワークシートの B3 セルを選択して式にカーソルを移してここでペーストします。このやり方で C 列の会場名も入力しておきます。 B1 セルの内容をコピーして C1 セルにペーストしたら、Excel の C3 セルの内容の赤坂ブリッツをコピーし、それをワークシートの C2 セルに貼り付けます。次に開始年月日、終了年月日、会期、
動員数などの数値を入力していきます。数値の入力はセルに直接行うことができます。開始年に2016と直接入力し、設定を確認してみましょう。このように受信整数を入力するとデータ形式は符号ありバイナリになっています。この時点では特に気にする必要はありませんが、値が大きくなる場合はタッチパネルの表示設定や PLC のデバイスの割り付けを2ワードにしておく必要があります。これを踏まえて各数値を入力していきます。はい、ここまで数値を入れてみました。次に動員数の集計に入ります。本来であればこれらの計算は PLC で行うのですが、 Excel のようにこのワークシート上で演算を行い、その結果だけを PLC に出力する方法になります。 P 列は期間中の動員数合計となりますので、 K 列から O 列までの数値の合計となります。 P2 セルをダブルクリックし、種類・関数のドロップダウンリストから SUM を選択します。引数の設定でセル範囲 K2 から O2 を選択します。選択が終わったら選択終了ボタンをクリックします。データ形式は符号ありバイナリのままで問題ありません。次に PLC デバイスに出力のオプションを有効にします。対象デバイスとして D300 を指定します。ただし値が大きくなる場合にはここで2ワード設定にしておきます。これで OK をクリックします。はい、そうするとエラーになりましたね。何も設定されていないセル L に O2 が範囲に含まれるからです。ですので空白にせずに0を入力しておきます。これでエラーはなくなりました。設定が完了したら P2 セルの内容を P3 セルにコピー&ペーストします。すると Excel と同様にセル範囲が一つ繰り上がりますが、PLC デバイスの設定だけ修正する必要があります。先ほど PLC デバイスは2ワードに設定したので D300 人に変更します。それでは次の集計に移りますが、2017年分までワークシートに値を入力しておきました。次はタイトル別動員数の集計に入ります。92セルと93セルですが、こちらは一つのタイトルが1会場でしか開催されていないため、 P2 と P3 のセルの値をそれぞれ参照します。92セルをダブルクリックし、種類・関数を選択してセルに設定します。次に P2 をセルの選択として指定し、 PLC デバイスへの出力は2ワード D500 に設定します。Q3 セルも同様ですので、Q2 セルをコピペしてデバイスのみ D502 に修正します。次にひらがな全国ツアー2017というタイトルでは5会場での公演が行われました。Q4 セルにはこれら5会場分の動員数を集計します。この計算には SUM 関数を使用します。 SUM 関数を選択し、セル範囲として P4 から P8 を指定します。出力設定も忘れずに PLC デバイスに2ワード D504 として設定します。次は累計動員数の設定です。こちらは単なる関数の使用ではなく演算です。まず R2 セルについては最初のセルであるため変数は P2 のみです。この変数を演算式 A に設定し、セル位置を P2 に指定します。このセルも PLC デバイスに2ワード D600 として出力します。次の R3 セルはR2 セルの値と P3 セルの値の合計となります。セル設定を開き、演算式
A プラス B を選択します。変数 A を R にセル、変数 B を P3 セルを選択します。このセルの出力も PLC デバイスに2ワード D602 として設定します。設定が終われば同じ設定を他のセルにもコピペして適用し、デバイスの設定だけを修正していきます。このような形でワークシートができました。最終的には先ほどの Excel で見ていただいたように2023年現在までのデータを設定していきます。以上がKeyence VT シリーズのワークシート機能の概要と基本的な設定方法になります。コメント入力、文字列、数値、関数を使った演算について解説しました。このようにワークシートに演算や文字列をあらかじめ埋め込んでおいて、必要に応じて結果を PLC に出力してプログラム内で使ったり、タッチパネルにそのまま表示したりできます。ただ先ほども見ていただいたようにワークシートは小さいし、関数もごく基本的なものしかないので、いまいち機能不足ですね。これがもう少しワークシートが広かったり、関数も Excel のワークシート関数のすべてを網羅できれば、もっと使い勝手が良くなると思います。次回はワークシートで設定した値をタッチパネルの画面表示する設定について解説します。力添え PLC シーケンス講座をご視聴いただき、誠にありがとうございました。